皆さんこんばんは、ななみです。今日は私が最近使ってるスキンケアを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。最近はスキンケアをちょっと変えました。でそれは何でかっていうと、ちょっと私今までアルビオンを使っていたんですけど、アルビオンのお店に行くのをちょっと忘れてしまって、で本当にもう最後の最後までなくなってしまったんですよ。で急遽気になってた、ものを、まあいい機会だし使ってみようと思って買ってきました。で何に変えたかというと、エリクシールの化粧水と乳液ですね。これが、おまけでついてきた化粧水で、こっちが本体の乳液になっています。でこのこっちの化粧水なんですけど、ちょっとお試しで2日間ほど使わせていただきました。これでこっちはもう本当に1週間以上使ってるっていう状態なんですけど、このエルクシールはドラッグストアで買えるスキンケアになってるんですけど、私みたいな結構乾燥してる肌でもしっとりさせてくれて、でなおかつベタベタ感もなくて、でなんかね香りがねすごい好きなの。私ソフィーナのスキンケアもすごい好きなんですけど、これもねかなりいいと思って、そうおすすめしたいの。これ化粧水に関してはちょっと気分で変えてて、このディオールのライフバランシングソルベウォーターっていうのも使ってるんですけど、これはこう2層に分かれててこう混ぜて使うやつです。で基本的にこれは夏に使うような化粧水だなと思ってて、と普通の化粧水と違ってさっぱりスルスルするような感じの感覚がある化粧水なので、お風呂上がりとかにバシャッとつけるとすごくさっぱりして好きなんです。これなので今はこれかこのエリクシールの化粧水を使っているっていう感じですね。ただこれ忘れてた、この無印で買った導入液、これを先に仕込んでから化粧水とか乳液をすることも多いんですけど、結構で忘れちゃう。何あのまだここまでしか減ってないっていう感じです。やばいでしょ、忘れちゃうのなんか知んないけど、これはコットンになじませてスキンケアをする前に一番最初にやるやつですね。で美容液なんですけど、私はこのエスティローダーのアドバンスナイトリペア SR コンプレックス2か、こちらのクラランスのダブルセーラムの EX を、こちらのどっちかを使っています。本当に気分で使い分けてるって感じで、ただこっちはちょっと匂いがね臭いから本当にこの美容液すっごく肌もふっくらしていいんですけど、香りだけがちょっと気になる美容液で、こっちのクラランスに関しては特に悪いところはないので、こっちは結構肌がふっくらしてくれて、こう目の下のシワだったりとかほうれい線とか、なんかそういうところにゆっくりこうなじませてあげると、本当に次の日にシワっぽさが少しなくなるかなっていう感じがする。でこっちに関しては肌が結構こう元気が出たような感じになるような美容液ですね。この2つをどっちかを使ってますね最近は。こっちはスポイトタイプで、こっちは普通にこういう感じのポンプ式をプッシュして出すような美容液になってます。でパックなんですけど、パックはこちらのルルルンのパックを使ってます。このパックは2個目ですね。ドンキでこちら買ってリピートしました。これは割と生地が厚めなんですね。しっかりこうビチャビチャな感じのパックなので、これを気に入って使ってます。で朝の時間のない時はこちらのサボリーノの朝マスクを使ってます。これはもうねずっと変えてないです。もう本当にこれが気に入ってこればっかり使ってるって感じ。これを1枚貼っといてすぐ化粧できるからすごい楽なんですよね。そう、はい、ということで今回は私が最近使ってるスキンケアを紹介しました。ちょっと夏はアルビオンをお休みしてこちらのエリクシールを使っているので、このまま継続していこうかなと思ってます。でまたちょっとこのアルビオンのお店に寄ることがあったらアルビオンを買ってもいいかなって感じです。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。